こんにちは、林もふるんです。今日はですね、システムテロン、システム手帳サロン2022 と、日本手帳の市2022秋というのに行ってきました。で、銀座に出たついでにロフトとか、まあ、いろいろ、回ってきたので、それの購入品の紹介になります。で、行きますね。システム手帳サロンはもう朝一番で、ちょっと予定が他に2本入っていたので、朝一で行ってきたんですけど、本当ゆっくり見れて、人はたくさんいたんですけど、すでにね、でゆっくり見させていただいて、いろんな手帳も、ね、手に取って触れるし、もうそのなかなか限定のリフィルとかいろいろあったし、お店の人にお話を伺いながら購入できたので、本当すごく楽しかったです。でこんだけっていうか、こんなに買ったんですけど、なんだっけな、これは1日計画表デイリープラン12時間っていう風になってますけど、時間の目安は15分単位まで使える、1日1ページのスケジュール帳、その日やるべきことのチェックリスト、チェックリスト欄付きというふうなことが書いてあって、タイムスケジュールになってますね。うん、12時間でしょ。で1週間って予定で、チェックリスト1、チェックリスト2の書き出す。うん、こんな感じです。30枚入ってるので、まあ大体1ヶ月分ですね。毎日書いてます。ここが1点目。2点目が、最近ずっとバイブル使ってるので、バイブル用の5ミリ方眼を買いました。アシュフォードですね、これは。私直点とか罫線よりも方眼が好きなので、これは100万入りでした。ちょっとこれはまあ試しにやってみたかったんですけど、プロジェクトマネージャーってリフィルをまとめるホルダーっていうことみたいですね。あとガントチャートと、リフィルを束ねてページを管理みたいな感じで、まあ、ちょっとお見せできないようなところなんかをやったらいいんじゃないかなと思って、英語とバイブルサイズ買ってきました。プロッターですね。6色だから6枚入ってるのか、両方ね。こんな感じです。で続いてなんですけど、リーガルパッドリフィル、なんか切れるって言ったら変だけど、ミシン目が入ってるので、リングに閉じたままカットできますっていうことらしいです。だからちょっとメモした時、渡したいやつとかだったら、リングに挟んだままピッて切れるみたいです。これもさ、ちょっと試しにやってみたかったんで、これは伊藤屋のオリジナルみたいですね。でこれがお店の人がものすごく押してきてくれたんで購入したんですけど、セクションが区切られているので書く内容を整理できますと。分析や記録にも広く使えるフォーマット。あ、違うか。あ、違うんだ。あ、そうかそうか。で、ここで赤い印がついてるので、そこで区切ったり、縦に両方4等分に区切ったり、縦に二分して区切ったりして、まあ家計簿とか、あとその日のスケジュールとか変えてもいいですし、みたいな感じで教えてくださったので、私何で使うかなと思ってるんですけど、やっぱちょっと漫画の、まあ、分析だったり、あと同人誌のこうページ配分とか、いろんなスケジュールとか、まあ、企画とかを書いていこうかなと思ってます。これはね、面白そうって言ったら変だけど、なんかちょっと興味が
ありません。もしあの塩梅良かったら続けて買いたいなと思ってます。で普通に売ってんのこれ、わかんないけど、あこんな感じで、まあすごくゆっくり、もうゆっくり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 お店の人に本当教えてもらいながらあの聞けたので、あのもしあのまだ24日までかな開催しているので、朝早く行かれて午前中のうちに行かれた方がお店の人はこう独り占めできるし、買わなかった、買えないし買わなかったんですけど、ロロマクラシックさんの、ピンクの3姉妹、M5、M6、バイブルかな、うん、をあのガラス写真撮らせてもらっていいですかって頼んだら、ガラスの反射が映っちゃうから出しましょうって言ってこう撮影用に出してくださったんですよ。そういうこともやっぱりこう時間が余裕あるからやってくださったんでしょうけど、そういうこともしてもらえたし、とにかくまあゆっくり鑑賞が鑑賞だし買い物もできるし、あの焦らないでできるので、もし本当まあ日曜日に私行ったんですけど、日曜日でも、まあ、ゆっくり見れたので、ぜひ足を運んでみてください。すごい楽しかったです。その後はちょっと飛ばしますけど、手帳の市っていうのが浜松町のなんだっけ産業これですね、やっぱり散らしまっちゃった、東京都立産業貿易センターっていうところでやってたんですけど、すごいすごい広い会場に、なんていうの、なんかねコミケ見たコミケっていうか同人誌即売会みたいな感じのイメージでしたね。すごく良かったです。それで入り口でこんなシールをいただいたの、私手帳っていうか日記帳に貼ろうかなと思ったんですけど、それでその多分ランダムでくださるんでしょうね、色が違うボールペンを旦那さんと私分にくださって、冊子もくださって、これシールもくださって、こんな感じで、でもうでもねあと1時間ぐらいしかなかったから駆け足でしか行けなかったんですけど、これはねこれもしかした今ね流行ってるクリア手帳だっけ、レッツもらったステーショナリーグッズさんからいただいたじゃない、これはお名刺みたいなのいただいたんですけど、これが剥離紙ですね。ねなんかお店の方が教えてくれたのは、普通のその剥離紙だとテープの粘着がそのこっちの紙に移っちゃってなんか糊が薄くなっちゃうらしいんですけど、これはすごくそうならないようにできてるやつなんで、ペタペタ貼っても大丈夫ですと教えてくださったので、バイブルと英語だけだったかな、ミニロクとか英語とかあったかな、わかんないよ。この2種類を買ってみたんですけど、すごく楽しめそうですね。なんかそのいちいち全部持ってかなくて済むので、使う分だけこう貼ってシールやマステを貼っていってできるのでおすすめですね。これはすごく使い道がありそうです。であともう一つ、本当下はもう本当にいろいろ欲しいのあったんですけど、とにかくもう時間が全然なかったので駆け足で見てきて、結局この今のリフィルと、すごい可愛いのはね、目玉焼きさんっていう、なんだろうなんか縫い目のある目玉焼きですって教えてくださったんだけど、こういうスタンプを買ってきました。わかるかな、見える、見えにくいか、こんな感じです。すごい可愛いよね、こんな感じで
その2点しか買えなかったんです。本当は他になんかね、手帳のなんか手帳で遊べそうなやつとかいろいろあったんですけど、まあ残念ながらお時間オーバーということで、でその前にその手帳の位置に行く前に伊東屋とか銀座じゃないですか、駅前の丸江でやってる、なんだっけ、畑健次郎先生展に行ってきたんですね。でこれはグッズ付きの全然手帳と関係なくなりますけど、手帳付きの前売り券で行ったんですけど、まあね素敵だったですよ素敵だったですよ。やっぱねデジタルだと若干その見るあれが価値が少し薄まっちゃうような気するんですけど、やっぱそれでも綺麗で、でランダムの缶バッジ買ってみたんですけど、うん、神楽って誰って言ったら旦那さんがもうかなりいいキャラだよとか言ってたから当たりじゃないって言ってくれたんで、まあ取っとく。そうなんか本のカバーですねと、まあこれもあんま時間なかったのであれだったんですけど、あと公式図録、行ったら図録だけは私買うみたいな感じなんで、ちょっと中身は伏せますけど、まあ、大体その展示してある作品は載ってあるので、カメラ OK だったんですよ、みんな絵は、うん、ほとんど載ってたほとんど載ってた。こんな感じでお急ぎ足で有楽町で行って伊東屋と、うん、私一つ忘れてるね、あったよかった。行きました。ネットでね買ったのは何だっけ、これだ、付箋。これがねわりかし私好きでいつも使ってるんですけど、もうすぐでなくなりそうなので、ただね少し粘着力が弱いです。あとそれってさ、最近なんだっけ、ジュースアップのペンがすごい好きなので、これの 0.4 を購入してきました。本当に実用的なものだけですけど買ってみました。こんな感じで有楽町だっけ、違う、銀座の伊東屋さんと、ロフト、それから畑健次郎先生店と、浜松町で降りて手帳の市大杉で行ってまいりました。さすがにね次の日ダウンしました、疲れちゃって。こんな感じでやってきたので、皆さんももしシステム手帳さんはまだ日にちに余裕があるので、ぜひ足を運んでみてください。普段めったにこう触れないような手帳とも触れるし、リビル持ってるので多少楽しめると思います。では今回はこの辺で終わります。林もふのがお送りしました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。